沖縄ファミリーマートドリームマッチ2019、沖縄県糸満市にあります西崎陸上競技場から実況江橋義則でお届けしています。3チームによります三つどもえ戦で争われますこの大会、参加チームはアイナク神戸、地元沖縄のビクサーレ沖縄 FC ナビータ、そして韓国 WK リーグ所属のキョンジュ韓国水力原子力主球団、以上の3チームで、今日の大会は争われています。先ほど、第1試合アイナック対ビクサーレの試合が終わりました。これから第2試合アイナック対韓国キョンジュの試合を迎えます。今日の試合は45分の一本勝負で争われます。前後半ではなく各試合45分で決着がつきます。従いまして、これから行われるアイナック対キョンジュ、この試合45分で、多く点を取った方が勝ちという試合になります。アイナックは先ほどのナビータ戦に続いての45分ということで、まあ、各チーム、ね、45分を2本やるという、まあ、1日の流れになっています。両チームのそれではスターティングメンバー紹介していきたいと思います。アイナック神戸、ゴールキーパー田尻由美背番号31、ディフェンダー鮫島彩背番号3、三宅しおり背番号5、三浦さつき背番号16、牛島莉子背番号19、ミッドフィールダー中島恵美背番号7、杉田ひな背番号8、増谷理香背番号9、島袋奈美恵背番号22、矢坂芽衣背番号28、フォワード京川舞背番号14と入りました。今第2試合キックオフされました。韓国キョンジュの方のメンバーもスタメン紹介していきたいと思います。ゴールキーパーキムドヒョン背番号1、ディフェンダーパクセラ背番号14、イウンジ背番号19、チョンヨンワ背番号22、アンヘイン背番号26、ミッドフィールダー田中アスナ背番号20、アスナ選手元気に出てますね。それからキムアムル背番号7、キムアルム背番号7、パクイェウン背番号8、フォワードは、イグンミン背番号9、イネス背番号10、ナヒ背番号15と入りました。韓国の方は基本フォーメーション4231というふうに事前の情報で、調べています。フォワードの3人のうち2人ですね、10番のイネスと15番のナヒ、この2人は、コートジボワール代表選手です。2人とも2015年の女子ワールドカップカナダ大会に出場しています。さあ、緑のユニフォーム、右から左に攻めます韓国キョンジュ、一方赤いユニフォームアイナクが左から右に攻めていきます。第1試合の立ち上がりから その、まあ、出ずっぱりの選手といいますか、第1試合からずっと交代なしで出ているのが4人いまして、ディフェンダーの鮫島と三宅、それからミッドフィールダーの中島と杉田、この4人が第1試合からずっとピッチに立ち続けています。この4人というのはですね、このアイナク沖縄合宿が終わった後、実はなでしこジャパンのですね、アメリカ遠征に備えた国内合宿があるんですけれども、その合宿のメンバーに呼ばれている4人ということになります。実はね、今日のこの試合を迎える前にアイナック鈴木俊監督はですね、やはり代表勢に、まあ、ある程度長い時間、90分に近いぐらいの時間を今日出場させたいというような狙いも語っていましたので、その辺は予定通りこの4人が試合出続けるということになった模様です。さあ、背番号の10イネスですね、注目の選手、コートジボワール代表のフォワード選手、今ゴール前でボールを持って、やっぱりね、こう体の大きな選手がね、ゴール前やって持つだけでちょっとね、こう緊張するところが、見ている方はあるんですけれどもね、アイナックの方は事なきを得て、ボールを奪い返して、反撃に出ています。右のサイドバック牛島から中央中島、もう一度牛島、前を狙っていく島袋が一回顔を出しましたね、マスヤというところ、そして、韓国の方にはね、元アイナクの田中アスナ選手がいて、今日もスタメンに名を連ねています。背番号20
とメンバー表にはありますので、おそらくボランチの位置なんじゃないかと思うんですけれどもね、アスナ選手ちょっと探してみましょうね。あ、今そうですね、バイタルいますね。さあキョンジュカウンターです。右のイネス、イネス、おお、力強いドリブルからミドルシュート、バーの上越えていきました。背番号10番はティア・イネス、昨年の韓国のプロリーグ WK リーグ27試合に出場して11ゴールだそうです。コートジボワール代表では通算20試合出場13得点、でこのキョンジュに移籍してくる前はロシアのロシアンカ、それからトルコのベジクタッシュなどでプレーしたことがあります。もう一人この画面今センターサークル手前の方に15番の選手も映っていると思うんですけれども、こちらもコートジボワール代表、ジョセ・ナフィ選手ですね。ナヒは昨年の WK リーグ10得点、代表ではワールドカップ4年前のワールドカップタイ代表との試合で1得点を挙げています。彼女もロシアンカでプレーしたことがあり、その後ノルウェーのアルナ・ビョルナーというクラブで、プレーしました。さあ試合が始まって間もなく5分というところです。アイナック強化を使ってポストプレーから裏に島袋が抜けていこうというところでしたけれども、もうクリアになっています。韓国はですね、現在8チームによるトップリーグ WK リーグというのがありまして、今日この今対戦しているキョンジュはですね、2017年からリーグに加盟したという新しいクラブです。1年目な、2017シーズンは7位という成績だったんですけれども、去年2018年は2位にジャンプアップしました。そして、プレーオフ優勝決定戦ではあと一歩及ばずというところだったんですが、優勝はヒュンダイスチールに譲ったんですけれども、大健闘しまして、参戦2年目で年間チャンピオンになるかという本当のその目前まで行ったというチームなんですね。見た感じ、立ち上がりの5分見た感じですけれども、やっぱりこう体が強くて縦の推進力が ある、そういう選手たちが揃ってるなという印象です。今ボールの寄っていった田中アスナですけれども、今触りました田中アスナ、ファウルから失礼いたしました。なんか日本のファンからしたら今のこう仕草一つ見ただけでも懐かしいと思うかもしれないですね。さあ、いなくボールを奪い返します。牛島から島袋が飛びます。島袋と那覇の身長差見てもやっぱりこう体格恵まれた選手がね、韓国の方が多いような感じに見えますね。前線には2人コートジボワール代表の選手も揃えています。その那覇体大きいです。182センチと、プロフィールの方には書いてあります。ドリブルからもう一人のコートジボワール選手イネスがボールを持っています。ボールをまだキープ。さあ中ここで動き直したいけど、ここであんまりないですね。手に当たったかな。キョンジュボールのフリーキックということになりました。正面やや左と言いますか、左中間のエリアといいますかのところからですね、切るのはイ・ウンジ。中央へのボール、ワンバウンド、カジリが抑えました。アイナック神戸、この第2試合の先発ゴールキーパーは田尻です。野島ステラで去年までプレーしていまして、一度は本人、引退を決意したというところだったんですけれども、改めてアイナックで、今季プレーすることになりました。その田尻はね、今日第1試合の30分からフィールドに入りまして、この第2試合も先発で出ています。
左右右右から田中アスナ、アニエスに当ててもう一度アスナがもらう、強化とのバトルがありました。田中アスナです。田中の左足から麻痺選手が、かなり味方に要求してますね。さあ左から韓国キョンジュのスローインです。ちょっとやっぱり押してきてますね、キョンジュね。ゴールに近いところボールがこぼれます。アイアックボール、センターバックは三宅です。おそらく三宅と三浦の2人がセンターバック、右に牛島、左鮫島という並びになっていると思います。ルーキー早稲田出身の三浦さつきセンターバックで出場しています。彼女も早稲田の、ヘディングとそれからロングフィードを武器にしたセンターバックとして活躍してきました。さあボールはキョンジュです。左サイドサイドバックイ・ウンジからのスローイン、アイナック奪うんですが、中盤ここでまたキョンジュが拾います。7番のキムアルミからというところですが、ゴールキーパーがキャッチしています。さあ杉田ひな、味方の動きを待ちます。ボールキープしながら待ちます。左ワンタッチで中へ戻していったボール、相手に渡りました。アイナックワントップは強川です。右にマスヤ、そして左に矢坂という前線の並びにどうやらなっている模様です。でその後ろに島袋、中島、杉田という3人が並びます。今度はキョンジュ右サイドから7番のキムアルムがよくボールに絡みます。20番は田中アスナ、ちょっとボールがずれました。素早く守備に切り替えます。アイナックはボールを追い越していく動き、22番の島袋が右サイド画面の手前側上がっていきました。中島から中を使ってマスヤ、もう一度中島出しどころを探します。杉田ひな、味方に動きを要求しています。鮫島から縦へ、マスヤがここで受けて追い越す動きを待ちたいというところ、韓国アンヘイが絡んでいきました。ゴールキックに変えます。そうですね、ゴールキーパーから、韓国ゴールキーパーはキムドヒョンです。身長171センチあります。最終ランから繋いでいこうというところ、ここでボールをカットした島袋、いい出足。ボールは外に出ましたけれども、相手のビルドアップを、分断する、島袋、鋭い動きを見せました。上半身強いですね、今の、15番ナヒですね。島袋がボールに寄せていこうというところ、強化から空中戦、中盤の競り合い、と接触がありました。ジョングボールになります。
ゲウンを倒してしまいました。早いリスタート。ナヒが左でボールをキープ。サイドバックが上がってきます。そうですね、この長身のナヒにやっぱボールをキープさせて、彼女がボールを受けて周りが動いてというふうに攻撃のスイッチを入れていくのがどうやらキョンジュのやり方のようです。ですから今日はこれ対戦する石島莉子は、相当頑張ってると思いますね今ね。彼女の頑張りがね今日試される試合になりますね。さあキョンジュコーナーキックです。8番のパク・イェウンがボールをセットします。中の選手たちはややファーストサイドに固まるように今立っています。近いところに1人イネスショートコーナーできる位置に立っていますが、素直に蹴っていったニアサイドか、強化がクリアしました。ニアに突っ込んでいったのはナヒですけれども、その手前で強化がクリアしました。もう一度コーナーキックです。試合開始から間もなく15分が経とうとしています。依然として0対0。この時間はキョンジュがチャンスを迎えています。パク・イェウンがボールをセット、助走に入ります。さあ今度はゴールキーパーの前、こぼれたところ、とっと足が上がった、足が高い位置まで上がったということでキョンジュのファールを主審運転さんが取りました。今日の主審は運転ゆうたさん、副審は山内恵美さんと赤嶺萌歌さん、第4の審判員知野瑞希さん、以上の4人でこの試合は進行しています。さあ三宅から田尻、出しどころを探します。ルーキーの三浦がここにいます。三浦です。三宅中でボールを動かしてその奥へというところ、強化は受けたんですがつながりません。韓国右のサイドはアンヘイン、もう今度はナヒがあっちのサイドに逆サイドに流れてきましたね。代わって9番のイグンミンが今左のウイングの位置に入っています。さあ右からナヒがここにいます。今度は八坂がマッチアップ、八坂追っていって体をつけようとするんですけども、さあ鮫島、その前タッチ終わりました。なでしこジャパンのメンバーはですね、アイナックから4人選ばれていまして、そのうち三宅はこの後国内合宿のみなんですけれども、中島、それから鮫島、そして杉田、この3人はアメリカ遠征にも行くことになっています。なでしこリーグ開幕前にですね、アメリカ代表、それからブラジル、イングランドと対戦するという遠征に選手たちが出かけることになります。今年は女子ワールドカップのある4年に一度の大事な年です。さあ韓国ナヒから縦へというところですが、今画面の手前アイナックの選手4人交代の準備をしていますね。4人いますね。スタンボーがいます。それから中田優がいます。吉田がいて水野もいますね。その間体を温める、これから出番を待つ選手たちです。さあ中盤ボールは今中島がボールを受けて右へ展開、大きな展開というところ、牛島が追っていくけれども相手が先。さあここで、おそらくアイナック今選手交代じゃないかと思います。ゴールキーパー田尻に代わってスタンボーが入りました。京川に代わって中田が入ります。
さあ韓国カウンターです。イネス、イネスがボールを運んでいく。フォローがありました、イグミン。しかし今しっかりカバーに行ったのがルーキーの三浦ですね。アイナックのセンターバック、危険なところしっかりカバーに入って、ことなきを得ました。さあアイナック4人の選手の交代がありました。ゴールキーパー田尻に代わってスタンボー、それからフィールドはマスヤに代わって中田、矢坂に代わって吉田、渚、ルーキー、そして強化に代わって、やはりルーキーの水野吹田が入りました。吉田、渚は今日の初戦2戦目通じて、今初めてピッチに立ったということになりますね。吉備国際大学出身の新人選手です。高校時代日の本学園では、センターバック羽座翡翠の1学年下で、同じく今年加入した矢坂とは同学年の選手ですね。コーナーキックニアサイド、中島クリアしていきました。左からのコーナーキック、これで3本4本目になりますかね、韓国ね。やはりこちらからの攻撃、非常に推進力があります。アイナックとしてはしっかり耐えつつ、ボールを跳ね返して、反撃に行きたいところです。さあコーナーキック、今度はゴールキーパーの手前に選手入り込んできましたが、シュートは枠を逸れていきました。ゴールキーパーはスタンボー、昨年アンダー20の女子ワールドカップ優勝メンバーです。試合開始から20分が経過しました。スコアは依然として0対0です。アイナックとしてはここから先奥へボールを運んでいきたいところなんですが、本当オフサイドか。中盤で一回そうですね、相手が固まってきて、狭くなる局面はあるんですけれども、そこを抜けるとまたね、ディフェンダー、相手ディフェンダーの間にスペースありますから、この中盤を一つ抜けるとチャンスが広がる、そういう感じになると思います。オフサイドがありまして、韓国キョンジュのゴールキーパーから試合がリスタートしています。さあ韓国、これ、アイナ君、中を通されたか、中をこう塞いで外に追い込んでと、そこからの縦への展開ですよね、韓国。それがあるので、アイナ君としてはこう進路を塞いでる感じなんですけども、ちょっとね、こう深いところを、特に左サイド起点に深いところを取られているような、そんな展開が続いています。こちら手前サイドの韓国スローインが非常に多く機会がありますね。9番イグンミン、田中アスナ、後ろの選手を使います。ここから縦にフィードしていきます。右サイドに移動したナヒ、相手と接触してこう転んでるんですがね、今のはファウルじゃないかというような、そんな素振りも今見えました。
まあ、新加入選手も現在ピッチの上には多く、コンビネーションのところで、まあ、マウンド呼吸というのは、まあ、もちろん、ね、まだこの時期には望めるものではないと思いますけれども、ボールを持っていない選手の動き、それからボールを持っている選手 の、 その要求など、お互いがこう噛み合うシーンがですね、まあ、こういった実践を通じてどんどん増やしていく、まあ、そういったシーズン前のプレシーズンマッチの、に期待したいところでもあります。前線へ長いボールを飛ばしていきましたが、長身のディフェンダーハン・ヘインがクリアしていきました。そうですね、登録メンバー170センチを超える選手が、まあ、何人もいますね。ボールどちらが追いつくか、こぼれ球キョンジュが拾った、右に展開したい田中アスナ、ナヒ15番コートジボワール代表、重戦車のようにボールを持っていきます。8番はパクイエウン、一旦下げます。チョン・ヨンは韓国代表、6年ぶりに韓国代表に復帰したという選手ですね。今年の1月、ルーマニア戦がなんと6年ぶりの代表キャップということになりました。そのチョン・ヨンのところ、水野が迫っていきます。さあ島袋、おっと水野オフサイドか。キョンジュには現役の韓国代表選手が2人いますね。どちらもディフェンダー、14番のパクセラと22番のチョン・ヨンア、この2人が現役の韓国代表選手です。2人とも先発でピッチに立っていますね。26分になりました。さあなんとか相手のゴールをこじ開けていきたいところです。左サイド鮫島、前を見ます。中へ、23番吉田を使おうというところですが、もう一度奪い返した石島から、三宅が一旦ここで出ました。三浦、鮫島、中島というところ、あ、杉田ですね、失礼、今ボール受けた中島ですね。なかなか相手もそうですね、こうブロックを作って守ってきてる感じですね。吉田が受けて、ここから前にというところなんですが、いやー強い、でも負けてないですよ吉田、頑張れ。ジョンジュが一旦ボールを逃がします。左からドリブルで突っかけていって、もう一度外を使います。サイドバック、韓国の左サイド、サイドハーフとサイドバック、非常にいい絡みを見せていますね、ここまでね。アイナクも2人がかり、島袋と牛島、この2人は今日非常に頑張りがいのある試合ですね、2人にとってね。ここから早い展開持ってきたいんですが、逆サイド杉田が振ります。ちょっと届かなかった。
いいです。いいです。強い。2人で挟みに行くんですけども、なかなか奪えないですね。右サイド確保、起点を作ります。吉田がここまで追っていきます。このラインをなかなかね、ここからボールがなかなかいいボール超えていきません。まあ、今のはそうですね、パスというよりも、相手の圧力からボールを逃がすという目的のような、そういうボールになりました。味方にはつながりません。韓国キョンジュ選手の交代があります。あ、フォワードの今ナヒが交代のどうやら指示を出されているようですね。そうですね、15番、再三、力強い動きを見せていた、フォワードのナヒがベンチに退きます。代わって17番ジョンハがピッチに入ってきました。さあ、まもなく、試合はキックオフから30分ということになりました。残り15分とそれからアディショナルタイムということになりましたが、さあ、依然としてスコアは0対0膠着状態。アイナックとしてはね、いい形でね、相手のディフェンスラインの前に、ね、ボールを運べるとそこからの展開面白いんですけどもね。田中アスナがサイドを変えます。韓国キョンジュ追いついた。もうボール残しています。ここに中島が絡んでいく。あっとファールがありました。中島ファールを取られました。7番キムアルバ、19番イウンジ。キムアルバドリブルで持っていく。でもここクロス上げさせません。そうですね、韓国もこう、まあ、サイドを使って深いエリアまでは入ってくるんですけども、折り返すところはアイナクが非常によく守っていますね。ですから韓国の方としてもチャンスらしいチャンスというのがなかなか巡ってきません。まあ、お互いに守備で、頑張りを見せている、そういう感じの試合にここまでの展開になっています。さあ、アイナクここからこじ開けていきたい。鮫島からサイドを変えるボール届くかな。お、届くか。鵜島チャンスか。キーパーが追いつきます。もう一度ハンドがありました。ここから、そうですね、まあ、選手アイナックの方は攻撃ボールより前にいる選手がですね、こう中央にこう近寄ってくるような感じでね、相手も集めています。自分たちも集まっていきます。そこで一旦縦に当てて細かく動かしていくという、そういう攻撃をおそらく試行しているんだと思います。左中田あゆからのクロス、さあ触ればというところ、いいボールが来ました。島袋飛び込んでいきました。さあ、ここからもう一度吉田から右へ展開。あ、よく見ています。中島クロス上げるか。コーナーキックを取りました。さあ、アイナック、なんか得点のチャンスが近づいてきたような、そんな香りが漂ってきました。33分です。
右からのコーナーキック、キッカーは7番中島、今シーズンキャプテンを務めます。中野選手が動いています。杉田が寄ってきた、飛ばして後ろに左のボール、内島から逆サイドを狙ったクロス、相手のクリア、これもう一度奪いたい、内島奪った、中島を使う、切り返して中島、今度は左足で上げていくかな、三宅を使います。中田あゆ、中田、左から水野、吉田というところですが、戻したところ相手に奪われました。さあキョンジュが今度はカウンターのチャンスか。14番のパクセラ、韓国代表がボールを運んでいきましたけれども、アイナックの選手にボールが当たりました。アイナックとしてはよく防いだところですね。一旦試合が止まっています。大丈夫ですね。まもなく残り10分少々というところです。さあイネス、コートジボワール代表イネスがドリブルで逆サイド狙った、こぼれたところ、ちょっと怖かった。ああそれできました。ちょっとアイナックとしては怖いところでした。またまたキョンジュのコーナーキックですね。今度は10番のイネスがボールをセットしに行きます。あ、預けましたね。キムアルムがボールを蹴ります。サイドヘディングと、おっと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 、田中アスマですか、今ねシュート打ったの。ああ、スタンボー長い腕を伸ばして、いやピンチを掴みました。スタンボーナイスキーパーです。続けざま、韓国キョンジュのコーナーキックです。キョンジュ先制点のチャンスです。今度はキーパーの前、スタンボーパンチング、こぼれたところ、頭から突っ込んできた選手がいましたけれども、ボールはアイナック、タッチを割りました。早く攻めたいキョンジュ、左を使います。キムアルム、キムアルム自分で上げるか、左足で上げていった、折り返したところは誰もいません。ちょっと焦ったか、相手にボールが当たっちゃった、とっとっとっと、過ぎた、足を蹴られて痛そうにしてますけれども、プレーオンです。それを見て中島がプレーを切りました。大丈夫ですかね、過ぎた、ちょっとね足を蹴られたような感じにも見えて、過ぎた大丈夫ですかね、大事に至らなければいいんですが、ですからファーサイドのクロスはちょっと飛びすぎましたね、味方がいないところ。アイナックもそうですね、あそこまで深い位置まで攻められるんで、まあ、クリアするような感じで、ボールを大きく逃がすんですけれども、再び相手にボールをもうコントロールされています。中盤でボールを奪って、こういうところチャンスにもつなげていきたいですね。杉田、ひな、中田、追い越していったのは鮫島、左に流れていった島袋、今度はアイナックがコーナーキックを取りました。中島は今度は向こう側のサイドでボールをセットします。さあこのセットプレー、アイナックチャンスをものにしたい。ニアサイドへのボール、早くて低いボールを入れていきました。もう一度アイナックです。中島から今度はファーを狙ったボール、折り返しこぼれたところ、さあチャンスか、
あー、オフサイドの旗が上がっているけども、あ、今、笛が鳴りました。いや、今ね、一番、まあ、反対サイド、画面で見ると、手前のサイドに吉田がいたんですが、あー、ほんのわずか、オフサイドだったようですね。さあ、高い位置でボールを奪って裏へのボールか、水野から左は中田、相手の股を抜いて水野ワンタッチで折り返すというところ。さあ、このボール奪ってもう一度行きたい。しかし逆に相手が、まあ、あいなく事なきを得ました。さあ、どこでこう勝負のパスを通すかという、そういう展開です。2人の間、牛島がボールを持ち出そうというところでしたけども、相手の足に引っかかりました。中へドリブルで持ってきます。これで空いたスペース、鮫島が上がっていけますね。そうですね、中田がもう一度中で受けます。戻したボール水野。さあ、ミドルシュートもあるぞ。中島ファーサイド狙った。突っ込んでいったのはサイドバックの牛島でしたね。サイドバックの牛島なんですけども、チャンスと見るやね、非常に高い位置まで、上がってきて、決定的なシュートといいますかね、得点につながるような動きも彼女は得意です。さあ、右からのコーナーキッククリアします。こぼれたところ、中田優左足のシュート、惜しくも枠の外。中田狙いすましたシュートだったんですけども、わずかに外れました。さあ、残りは5分を切りました。さあ、中盤、あ、マリナック前を向いて、あ、スピードに乗っていい攻撃。さあ、ここからだ。水野ルーキーが頑張ります。吉田、田中明日がカット。ああ、韓国がつなぎます。いいですから一旦下げる。さあ、いなくもう一度ボールを奪い返す体勢を整え直して、そうですね、田中明日、サイナック奪った。なかなかつながりないですね。田中から左へという展開でしたけれども、パスがつながりませんでした。サイナックボールになって、さあ、中島に3人来ました。それでもボールを出した強い杉田ひな、2人を揺さぶって島袋へ。もう一度杉田が絡んでいきます。中島相手体をぶつけてきますが、中島もひるみません。立ち向かいます。力の入ったボールの奪い合いが、争奪戦が続いています。アイナック対韓国キョンジュ。
韓国には攻守の要の位置にね、田中アスナがいます。元アイナックの選手です。背番号20、田中アスナ。彼女がね、キョンジュ、非常に攻守ともにまとめています。さあ、キョンジュは右からカウンターを狙っていますが、それはアイナックのディフェンダーももう分かっています。ですから右を使う。さあ、ここでここは折り返させない守備をしたい。さあ、上げさせない守備。そうです、なかなか今戻っていって、あ、味方を助けました。今の中田いいプレーでしたね。ちょっとこれね、まあ、接触で、まあ、ファールを取られましたけれども、今の中田の戻りは非常に良かったと思います。さあ、残り時間が少なくなってきました。韓国ペナルティーエリアの外、右サイドからのフリーキックとなりました。さあ、韓国の選手どんどんゴール前に集まってきます。さあ、韓国としてはここはチャンスですね。横一線に選手が並びます。緑のユニフォームが並んでいる。誰が飛び出してくるのか。ニアを狙った。イエス、ファーサイド、ボールをキープして味方を使う。再三上がってきているサイドバック、ゴールキーパーの前、スタンボー、落ち着いていました。さあ、もう間もなく手元の時計は45分に差し掛かろうというところです。ゆっくりと落ち着いて相手の守備がほころぶのを待ちます。縦にボールを入れる。ちょっとずれた。今の笛はそうですね、45分経過して試合が終了しました。第2試合、ただいま場内の放送をお聞きいただきました通り、第2試合アイナック対韓国キョンジュの試合は0対0の引き分けに終わりました。アイナックが一足先に2試合を終えました。今日の成績は1勝1分けということになりまして、まあ、このあと行われます第3試合、ビクサーレ沖縄対韓国キョンジュの結果によって、アイナック、まあ、優勝の可能性は持ち越しということになりました。アイナック神戸レオネッサ、今シーズンの、まあ、最初の対外試合となりました今日の大会。沖縄ファミリーマートドリームマッチ2019、1勝1分けという結果に終わりました。この中継はアイナックの試合のみの配信ということになります。この後この会場では第3試合、ビクサーレ沖縄対韓国キョンジの試合が行われます。さて、ここで、ご覧の皆さんにお知らせです。今シーズンのプレナスなでしこリーグは3月21日に幕を開けます。アイナックはノエビアスタジアム神戸で日体大フィールズ横浜を迎えて開幕戦を戦います。皆さんぜひご注目ください。なお、試合会場並びにクラブのオンラインショップではアイナック神戸レオネッサイヤーブック2019を販売します。各選手のインタビューや写真、それからフロントスタッフ、指揮官の言葉など、読み応えあるコンテンツが詰まった一冊です。ぜひお手元にいかがでしょうか。さて、そろそろお別れの時間になりました。沖縄ファミリーマートドリームマッチ2019、沖縄県糸満市にあります西崎陸上競技場からお届けしました。実況、江橋義則でした。ありがとうございました。